はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーでーす。ということでね、ゼニーさんがお送りするバイオハザード RE2、はい。レオン裏編。変ですね。はい、前回の続きからやっていきましょまあ、とりあえず今、あいつ、これやな。全部チェス集まったから謎解き。そうそう、壁紙まず見て、張り紙を。またこの謎嫌いだ。はい、ルークとナイトは隣でクイーンとは向かい合わないと。で、キングはクイーンと隣接せず、ナイトの正面で最も端。はい。ケースのマークが間違っている、ナイトはそこじゃないよと。は？間違ってんの？うん。こナの、イトだよ。この札が間違ってるってこと？ナイトのね。はあ、そうな。だからナイトを抜いて、でも端っこだから、ただナイトも反対側しかないんだよね。そこしかないんだ。ここ。うん。とりあえず抜きますね。うん、で、そこにナイトぶっ刺して。そうなの？うん、だって書いてたじゃん。ほら、最ルーもク。端だって。正面で最も端だって書いてあるんだ。しかもナイトの正面で、だから、キングはクイーンと隣接せず、ナイトの正面で。で、ナイトがそこじゃないってことは、ナイトの反対側ってことでしょ？端なんで。まあ、ここか。だってそっち違こうこから。か。そうやな。ここか。そこでしょう、多とりあえず入れてみっか。分。うん。で、その反対側にキングが来るんでしょ？そうやな。これはでも、じゃ、ん？こあ、れキ違う、ン。そいつでも合ってるんだよね。だからそいそうつはそうそこそなう。んだ。こいつはここや。ってことは、あれですわ。こっちの端っこがキングっていう、ナイトってことか。そうそう。っていうことは、まあ、あれも決まって、ここじゃないということは、もうここしかないですそういうね。ことだね。ここが、要は、これで、で、トイメンがキングさんだと。そういうことだね。誰嘘張ったやつ。お前、しばくぞ。ルークでした。これ、ビビシショョッップでプ、す。どっかにキング刺さってるんじゃない？俺、刺した記憶がある。いらんやろって言って。これですね。ってことは、これそここのがキング。偽ナイトのところにキングさんと。はい。で、で、クイーンとキングは隣接せずに。で、ルークはナイトの隣。ルークはナイトな。ってことは、ここルーそクですこはか。ルークってことだね。ルークですね。ルークはない。多分こっちが大きいやから。で、クイーンはそこじゃないってことだね。向クかい合イーわンないっは、て。だからそっちってことじゃないの？ここじゃないですか。うん。で、残りの1本を刺すと。おめでとうございます。はい、俺らめっちゃ早いよ、今私やったからね、も回。エイダ、あともう少し。やだ、もうエイダ助けたくない。う。早く行って。行くしかないんだよ。分かってますよ、ボス。扉？あ、はい。ゴミ収集のとこやったね。そう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 。なんか落ちてる。ブルーハーブ。あ、それ混ぜといたろ。あ、ハーブもあるわ。お前。ってことはレッドもあるんじゃない、どっかに。レッドないと。最強ハーブ絶対作るやろ。俺なら絶対作らせるようにする。そんなに優しくない。ちょっと怖い。どうせそこしか行けないんだ。そうやな。わかんない。あそこでお父さんとバトルしてたんだ、そういえば。あそこはもうただ逃げ惑うだけ。お父さんが扉開けてくれるの待つだけ。そういえば、そんで、なんや電った。源をね。あったぞ、ほら。あったね。あったね。あったね。作っとこもう、嬉しすぎて涙出てきたう。よ。電源復活する前に作っとこう。いや、もう嬉しすぎて涙出てきそうや、このシチュエーションよ、ほんと。ない。た見ま？たら分かる。ないよねー。こんなんでいいんじゃないの？まだ足りない。ボルトの方が足りない。ああ、ボルトはまだ。ウサイン・ボルト3と。
俺マジ初見やでこれ適当にやってるけど2回目だよ。あ、一緒なんと思うよ。一緒じゃない私、まあ、確か前ボルトとかちゃうかったと思う。さあ始まりましたチキチキ鬼ごっこの時間でございます。はいはい、やってまいりましたチキチキ鬼ごっこのお時間。火がついた火がついた火がつきました。さあお父様、おーっと、おでてて当たんの当たる。さあチキチキ鬼ごっこのお時間でございます。いててててててて背中さ、俺よけたやろ当たり判定だ。ふひゃー危ないね。さあお父様のチキチキ鬼ごっこのお時間でございます。火が広がってくるからね。違うよ、こう走っときゃいいんじゃないの。いやただね、扉が怖いの。もういる、いるいる、反対だって。あ、ここか。うん、すぐ逃げなきゃ、すぐ逃げる、すぐ逃げる。はい、逃げて逃げて。いやもう全力で逃げてますよ、うん、ゴールまでだよ。右一本道だからね。うん、安心して。あの、あー、お父さんのとこやつリンクやってまいりました。リンク、さっさとこれどけて。はいはい、スタンバイ。自決用ナイフ、自決用の先行。いや自決できないんですよ。さあ空間湾曲お父さん、マグナもあるだろ。今使わないといつ使うのってやつ。今でしょ。うん、ほらマグナムの弾まで用意してくれたね。マグナムで何とかしろってことだね。マジ？うわ、空間湾曲お父さん。これ真ん中で寝かさないとね。いやいや、目ん玉見えへん。おいお、貫通した。マグナムだからね。なんか2回目となるとちょっと安心してるな。まあね、なんとなくわかるけど、ね、お父さんのでかい手の方に回らんかったらいい、ね、そうそう、逆回りするとただただしばかれるっていうね。そうそう、おいちゃん使う使う使う、回復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 使う。まずはスプレーですね。ちょっとさっきの俺の操作ミスやな。できるだけちょっと広めに回る方がね。そうやね、謎解きは今回早かったんだけどね。出た、湾曲させてるよ。こっち向け、空間を湾曲させる能力あるからね。ダウンした、今だ今だ今だ、押して押して押して、じっとしてろ。狙っといて、一応狙っといて。2発だね。2発。はい、いってらっしゃいませ。いやね、サプライズパーティーだから、ね、サプライズパーティー押して、はい、回収でないと特設リンクがね狭いのよ。そうなんだよ。いや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 、暴れてるお父さん。こっち向いて、ライトップがサクッといけちゃうんじゃないの。いやいや、油断はいけません。油断は1、2、3。 お父さんこっち向いて。ダメだ、いける。いいよ、待ってろよ。これ終わりじゃないの。これ近所にいると自分も落ちるからね。そうやな。動き出した。大丈夫大丈夫、耐えた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 。どうするどうする、お父さんもう終わりか終わりか。俺か、あ、滑った、足滑った、滑った滑った、落ちる落ちる落ちる。オッケー、さよなら。早くね、え、早くね。マグナム強いから。マグナム強いわ。早くね。アイテムは全部回収した。これでお別れだといいが。そんなことはないから大丈夫。まだね。ネタバレをつい、もう見た、まだ落ちてる弾がある。どこどこ
これだ。もうマグナムから変えといた方がいいんじゃないの？撃っちゃうよ、間違えて。もったいなさすぎるな。てか、かなり弾をな、節約できましたな。マグナムのおかげだよ。ほんまに。いや、嬉しい。俺なんでこんな回復アイテム持ってチキンプレイ教えたんやろって。俺の腕もちょっと上がってたよな、ボス。まあまあね。まあ、ね、これミンの。うまくなかった？あの、一回目ちょっと引っかかってしまったけど。なんとか回避はできてたね。ね。お父さんの攻撃パターンもちょっと出れてくれてたな。で、そこを開けると。はいはい、オープン。早く開いても一緒だよ。で、閉められるっていう。ヘイダー、どこにいる？こっちよ。なんか汚れたね。うん、それはゴミためやからね、ここ。自分じゃ抜けない。俺だって無理だ。やって、これじゃ歩けないわ。マシでまだいいだろうね。なあ、二人とも傷を負ってた。合図せや、1,2,3ぐらい。ハーブあるでしょ、あんたら。とっておきの。いいから楽にして。これ多分ハーブ付きのハンカチ。ああ、うん、危ないハーブ、傷口から直接摂取すんの？そうそうそう。これからどうする？なんだ、みんな包帯持ってんの？そうやな。お互い持ってる。こんな状態で俺らも日常生活に持っとくか。ね、こんな状況いつ来るかわからんからな、包帯ぐらいは。一生けえへんわ。包帯とハーブな、3種類。危ない。危ない、危ないハーブ、うん。ちょっと職務質問を受けたらちょっと危ないっていうな。そこまで張り合うわけ。いや、これただの回復用なハーブなんですよ。ちょっと成分調べるから。これ違法だね。これ覚醒剤反応出てるよ。気をつけて。嫌なみたいな言う。助けたいな。ネストへ行きましょう。ネスト。てか普通あの木ならよう歩けんな、ほんま。皆さん。アネットが言ってる。ハーブだから。うん、危ないハーブのおかげ。危ないハーブか。どう付き合う？どう付き合う？他に予定もないしね。うん。行くわよ。やることがいっぱい。了解。お前ら仲いいな、ほんま。ね、この時からね。そうやな。あ、佐々木エイダさん、捜査権が戻ったね。あ、ケーブルカーで行くんですね。うん、あ、そうっす。借り物。あ、そうそうそう。どこでそれを借りたの？誰に？あと少し。え、誰にってやつ。あのレオンの心の中、焼却炉の中でお亡くなりになってた人に。そうやな。いや、エイダさん美人やな、後ろ姿も。歩き方ぎこちないけど、そら右足はあんなだけがしてたらしょうがないよ。しかもエイダさんが開けてくれるっていうの。俺開けますよ。あ、大丈夫ですか？大丈夫か？舐めますか？何言ってんの？唾液つけましょうか？子供じゃないんだ。いや、ハーブついてるよ、大丈夫。まず大丈夫ですか？いや、でも今そのハーブ付きの中エイダさんの足舐めたら回復するんじゃないかなって。これなんか危ないこと言ってんだ。違う、多分なんかあの体に摂取したアカモンいっぱい入っておこう。あ、そういうこと。うん、2人揃って棺桶に足突っ込んでると。大丈夫、もう足どころか、まあ、頭ぐらいしか出てないよ。てか、あの靴変えた方がいいと思いますよ、うん、そんなヒール履いてたら。ピンヒール、もう歩きづらいと思いますよ、ほんま。ただでさえ歩きづらいのに。っていうか、フックショットぐらい持っといてくれや。そうやね。ああ、利用者権限はあるらしい。もうゲストやから。お前先入んな。乗るんすか？思ったより早く行ったね。お前ね。どうしました？なんかミニガンとか置いてないですか、ここへ。ないない。覚悟はいい、レオ。はい。もちろんです。早く操作しろよ。さ、Go to hell！ あれ？反応してくれませんでした。大丈夫だよ、もう特に時刻だよ。こちらはネスト直通です。直通だから到着までしばらくお待ちください。お、待ちましょう待ちましょう。下水道から直通の場所ってどうなの？なあ、まあでも秘密基地やからね。匂いえらいことになってるよ。アンブレラで乗り込む。そこはちょっとな。一刻も早く処罰すべきだ。環境には、環境悪いというか、労働環境。でもあなたは正式に任命されてない。これは FBI の仕事。
G ウイルスが手に入ったら私がやるわ。産業スパイが何言ってんだよ。私をそうだ信じる。 FBI かっこ笑いだから。そっちは？もちろん出なきゃあなたは死んでる。そうやな。そうか。あなたの助けがいるの。今こそね。いや先助けて。こんな悲劇は二度と。お父さんともバトルしましたよ。エイダ、弱気になるな。もちろん俺も手を貸す。私を見て。まともに動けない。うん。あなたが最後の希望なの。お願い。豚もおだてりゃってつかね。おっと、ね、すいません、ちょっとゴミの匂いがします。臭いよ。平気よ、私なら大丈夫。見届けたい。確かにね、うん、見届けたいの。事件の結末を。いや、なら自分で何とかしてよ。ほんまや。あなたのこともね。間もなくネストについちゃったよ。さあ、地獄の一丁目ですわ。いやもうだいぶ最深部だよ。マジで一丁目じゃない。違うよ。持ってった。この人よくこれ人に渡してあの後入ってくれたよね。うまいな。分かった。また例のあのハッキング装置。ハッキング装置もそうやし、あれやあの紙つり寝てた人からパクったんじゃない。あリーさん。そうそうそう、リーさん。懲戒免職処分とかいうか、なんかそこら辺の処分を受けてるリーさんと。懲戒処分だよ、まだ中身は載ってないよ。せや。さあまたリッカーとか出てくる場所ですね。またここは。はい、じゃあどんどん進んでいこう。はい、まだ早いわ。はい、ボース。ここアイテム何もないから。あ、こっちか。うん。はあ、残念ながら何もないんだよ。マップ見たらわかるけど、うん、さっき見ましたわ。このトンネルどこまで続いてるんやろな。意外と5メートル先ぐらいでなくなってる。マジで。実はあれもなんか絵とか。ハリボテだよ。ハリボテ。ハリボテですか。うん。1、2、3枚目。なんでウイルス漏れてんの。隔壁閉まってんのに。いや、ネズミちゃんのせいだね。ああ、うん、開かないじゃん。ちょっと整備誰かしてよ。ほんまこんなところ通らせるなんて。ようこそネストへ。はい、こんばんは、ネストです。はい、ということでね、まあ、とりあえずその横の部屋入って。そっちじゃない。え、そっちじゃない方。それはリーさんが寝てるっていうのが分かるだけ。いや、してしてでん、ウィンディー、ウィンディー。そっちの部屋。こっち。うん、ああのシェリーちゃんがおった部屋な。うん、こっちじゃいないけど。これでもシェリーちゃんの後じゃない。違うよ。え、違う違う。あ、そうだ。うん、もう事件解決しちゃってるよ。それだって地図取って、手書きの地図。分かってます。手書きだから。手書きないっす。で、ピザ食ってたって話してたな。そうそう、デリバリーしちゃったんだよ、研究所に。いいの。何が。秘密施設なんでしょ。うん。なんでピザデリバリーしちゃってんの。いや、すみません、ピザハートですかって。ネストまで、なんかマルゲリータ一つみたいな。あ、ネストどこですか。あのね、下水道通ってねっていう。配達する人めっちゃ大変。おや、これはリストタグ。ああ、リストタグキーのことですね。でもご家族が来れるってことやねんから、結構ある程度来れてんじゃない。そんなのもうそれいらないよ。 T 字もいらんやろ。先行自決用。まあ2つ持ってたらいいんじゃないの。そうやな。問題は玉や。えタイプライターか。セーブしないよ。まだ行くよ。了解ボス。さあ、とりあえずあの奥ですね。そうそう、食堂とかでしたっけ。そうそう、食堂食堂食堂とか。あれやな、あのゾンビたちがいっぱいおって、後からリッカーとかが再配置されるっていう。うん、そっちじゃない。紙スペースになるわけですね。そっちの奥、これっすね。うん、大丈夫、その辺何もいないから。
令和になってもやってることは変わらない我々でございます。常に恐怖の中に身を置いてるっていうね。まだこのバイオハザード2の時は昭和じゃないよ、平成ですよ。あ、解放した時とか、あ、まだいっか、まだいいよ、まだ果実出てこないから。どっちみち今ここでしかセーブできないから。なんでリーさんのゲストタグを回収して終わりってとこかな。そうですね、うん。だからそれ閉まるから倒せないからね、扉で。あれ、ああそうか、足元に来たのね。うん、ですか、反対側もいるから。そっちのおばさまがね、向こうもぐもぐタイムやってるから。もぐもぐタイム先に倒すか。当たってないね。あ、しまった。そうか。おばさまが先だったね。はいと返して。ね、多分ね奥にね。ねこれ。燃料、火炎射器の。あ、そうなん。うん。で、あのおばさまが行った方にね確かアイテムあったんだよ。こいつ動いたっけ？そいつ動かない。自決用。俺死ぬことしか考えてないな。うん、そこするしかない。そっちは。なんかなんてくるっと回っていったらまた一人動いてくるから。あ、そういえばここにあったのはあれのクリア編のやつで、変な電気ショップのあれやったな。うん、ニードルカートリッジだね。あ？反対側。あ、そっちか。うん。この弾ここでしか、本当拾える数しかないから。まだ生きてるな。ちょおいおい。めっちゃビビった。生きてるね。もうさすがにやな、ツーダウンしたら。うん、ええー、持っててよかった、ナイフだね。マジでツーダウンして、ナイフ刺さってるわ、綺麗に刺さってるわ。あ、取れた。ちくしょう、もうこれは装備しとった方がいいな。で、あの奥のはしご行って。いや、意外とハンドガンかかるな。ちゃんと頭狙ってたけど。だから何に引っかかってんの？え？何に引っかかってんの？何が？テーブルに、いやもう普通に行って。もうそこの階段だから。あ、待って分かって。もうなかったっけな、アイテム。こっち側にあったよな、確か。なんかちょろっとあったと思う。ないね。え？なかったっけ？ないみたい。ラクーンくん。いや、ないよ。テレビ、またブラウン管ですだ。だから、登って。そこどうせ後で入れるから。 あ、そうやな。あのリーさんのリストタグあったら入れるから。ミスターリー、ミスターリー。あんでこれあれな、落ちたらまたゾンビおるんやったっけな。落ちたらいるんだったっけ。部屋出たらいるんじゃない。部屋出たらやったっけ。あ、部屋出た女。ガンパウダー大、素晴らしい。他にはない。ナイフが一本あったんじゃない。そうやな。うん、で終わり。見たらわかるけど。はい、懐かしいな。懐かしいと言いながら殺す。リーさんに会わないと戻れないから。ウェンディー、なんかね、今回結構ね、さっさとあれ手に入ったと思うんだよね。何を？その電源のコントローラーみたいな。あれ、ここ暗室か、暗室っていうかあれか、仮眠室だから。懐かしいね。おや、
強化パーツだ。ああ、火炎宝石のね。なんもない。で、リーサもらいますね。で、組み合わせたら、古いやつどこやってんの？捨ててんじゃないの？え？一般職員だからね。で、終わりだね。あと帰るだけだよ。そうやね。ここ敵いないからね。そう、もうさっき殲滅したとこやしな。で、またリッカーか。てか、あそこのスペースどうすんのやろな、俺。どこ？あの前死んでクリア編でなんかあの電気ビリビリの有用性を表したところあれハンドガンでいかなかんの、ね、イーストエリアに来い。あ、私今リーさんやったか、うん、すいません。ほんとちょっとセーブ、どうします？そろそろ終わります。時間的にいい感じ。そうですね。あ、ほら見て時間も10時半やし。いや、それずっとだから。あそうやったっけって。それよく、あの警察署から変わってないから。知ってます。この間わずか数分みたいな、なんかそんなもんだ。まあまあ、とりあえずどうしよう、はい、今回この辺でいいかな。終わりでいいんじゃないですか。はい、ということで今回いかがだったでしょう。まあ今回は何もでもなかったでしょう。いや、問題あったよ、お父さん。ちゃんと俺の腕をちょっと見せたっていうだけやな。あの、冷静に立ち回るというかね。まあまあね、まあまあ今回はそうだね。それてか、一回経験してればそんなにやねんな。でも、二回帰ってくること知ってるしね。そうそうそう、知ってます。今から頑張ります。はい、ということでね、まあ、この後はね、はい、不思議な果実との戦闘があるんでしたね。はい、で火炎放射器必須ですからね。はい、そろそろ持っときますからね。そうだね、はい、イーストエリアいるからね。分かっております。はい、ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あとですね、ゼニさんへの応援のメッセージ随時受け付けております。今これでも俺もあれやな、そう、ボスへのコメント、もうちょっと道案内とか、アイテムの場所、覚えとこうよみたいなコメントも入れてもらったら、はい、私めっちゃ助かりますね。いやいや、ちゃんと覚えてるじゃん。ちゃんと覚えてるじゃん。俺が覚えてないだけってか。そういうことだよ。はい、すいません。はい、ということでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。